どうもこんにちは、ワンタッピーです。今回はね、スティールシリーズの APEX PRO MINI ワイヤレスを提供していただいたので、僕なりにね紹介できたらなと思います。簡単に機能説明した後に実際にね使ってみての感想を素直に話せたらなと思います。まずこのキーボードの特徴を説明するんですが、スティールシリーズの独自のキーを使うことで世界最速のキーボードとなっていて、その全てのねキーのアクチュエーションポイントをかなり細かく自分好みに変えることができるといったものになってます。このアクチュエーションポイントっていうのは、キーをどれだけ深く押したらキーボードが反応するのかというもので、簡単に言うと押した瞬間に反応したり、深く押し込んだ時に反応するようにしたりとカスタマイズできるよっていうことですね。このキーボードで僕的に一番気に入っているのが 60% サイズのキーボードであることですね。前使ってたキーボードはテンキーレスではあったんですけど、ファンクションキーがついてて意外と大きかったりして持ち運びづらかったんですよね。でもこの APEX PRO MINI ワイヤレスは必要最低限の大きさなので、オフラインの時に持ち運びで便利なんじゃないかなと思います。それにキーボードが小さいと机の幅が取られないので、それだけスペースをね有効活用できるんじゃないかなと思います。あとはキーキャップのインジが消えなくなりました。これマジで多分 FPS プレイヤーならわかると思うんですけど、 WASD の文字が消えちゃうんですよね。これちょっと気になったので嬉しいですね。実際に使ってみた感想なんですが、素直にキャラコンしやすいの一言につきますね。そもそもね、僕はキーがカシャカシャ鳴るタイプのキーボードってそれだけ押し込むんで、それだけねキーを押した時に遅延があるんじゃないのかなって勝手に思ってはいたんですけど、そんなこともなくて、 WASD のアクチュエーションポイントを僕は 0.2 ミリに設定したので、反応は超早いし便利だなって思いました。ただスーパーグライドにおいては、僕は前フラットタイプのキーキャップがついたキーボードを使っていたので、慣れるまではこのキーキャップでやるのはちょっと難しかったですね。まあ、タイミングというか押し方が違うんですけど、まあ慣れれば大丈夫でした。逆にね、 Windows キーとかタブキーとか自分のね普段使わないキーのアクチュエーションポイントを結構ね深くすれば、キーのね誤爆は防げるんじゃないかなと思います。あとはワイヤレス、キーボードでワイヤレスって意味あるのって思う方いると思うんですけど、コードがねないだけでごちゃごちゃしないので全然邪魔にならないし、体勢をね変えた時にちょっと動かしたい時とかにね便利なんじゃないかなと思いました。キーボードをね押す時の音なんですけど、結構カシャカシャ言うので、マイクを近くに置かないとか、ディスコードとかでね通話する時はノイズキャンセリングを入れたりとかのね工夫をする必要があるのかなと思いました。まあめちゃくちゃ音が大きいってわけでもないので、気にならない人はね全然大丈夫かなと思います。Amazon プライムデーの期間中にクーポンコードワンタッピーを使うと、スティールシリーズの対象商品がさらに 5% オフで買えることになってます。期間は7月9日の日曜日の0時から7月12日の水曜日の23時59分までの4日間となってて、もともとねセール期間で 20% オフになってて、さらにこのクーポンコードでね 5% オフされるので、合計 25% オフになるらしいです。結構お得ですね。はい、よかったらねぜひ APEX PRO MINI ワイヤレス買ってみてください。じゃあバイバイ。